ちゃ反省会はもう心の中でしまってる。出ないように。ね、バレてないと思う。いや、バレてる。え、バレてないと思う。下向いてるファンいた。なんかうちがミスるたびに、多分もうミスりすぎて、もう現実から目を背けてるファンがいた。隣を見ないように。そう、押しとくことが恥ずかしいと思う。マジで。ガチで。そんなことないよ。私ガチで。そんなことない。歌うべきないところ歌って、そこ踊ってるのに。歌ってて、うん、やばいって気づいて、うん、あって顔を全部した10回ぐらい10回あやばいやばい全部の歌あるやんいやもうやばいですもう本当にもうやだえぐいコミはファンの人下向いてた、はい、ビンゴでヒットヒットでこれじゃん、うん、なんか勢い余ってヒットヒットそんな感じだった私なんかもうこっちかこっちか分かんなくてずっとこうやってやってて周り見て最悪最初がピース、うんビンゴピースヒットヒットがこれ、うん、よし覚えましたお酒見てうんファンの方もさやってくれるじゃん、うん、だからさ自分が間違えた時めっちゃ気まずいわかりますファンの人が会ってる時あすいませんってやばいそのシーン5回は見たもう今日来てるファンが言ってるやばすぎごめんなさいね日暮らしの声の靴ひももね結び時間なくて全部ほどけた。な右も左もほどけた。なんかはけてくれた時すごかった。え、やばい。すごい。引っかかった自分の紐に。めちゃ焦った。割とね、早替えだから。そう。で、さきさんの歌割りのとこ歌っちゃった。焦りすぎだって。焦りすぎて。歌の曲で。歌の曲で歌割り間違えた。うん、もうやばい。ごめんなさい。ファンの皆さん、こんな。推しですいません今日朝の5時半から起きて練習したって言ってた、はい、早起きいやもう不安すぎてやばいって思ってえすごいストーリー何練習してたのベッドの中でやってみてベッドの中でかい手とかでこうやってやってそれ確認したっていう練習です自分の中で画面も確認してきたおもろい確認動画見てもう焦ったでも日暮らしの声の相性めっちゃ良かったです歌だけね、うん、だけじゃないよだけじゃないけど相性良かったっす、ね、次なんだっけって考えてた今日みんな歌上手なんで、うん、本当に確かに安定してた、うん、すごくすごいひまわりリハーサルからあんなに声響き渡ってるの初めて聞いた、うん、なんかいいですかメンバー今日ひまわりさやりにさきさんにもぎさんをバレすおーいいですね声の相性もめっちゃ良かった同じ感じの、声質だからめっちゃ良かった、うん、めっちゃ良い歌いやすかったしめっちゃ全然ちょっと通路でこのミスを次の成功につなげることが大事だよわかりましたすいませんすごいコーチがいる頑張りますコメント欄にコーチおるまあでもね、その反省をすぐ生かす夜公演があってよかったそう本当に良かった2公演あってよかったこれ 1公演だったらね、うん、もやもや残しても見返るんだからそうなのよそうなのうまかった周り最高でしたってえ何やりたい？変えられるとしたら変えたくないアイドルなんて呼ばないでやりたいの私やりたいって言いましたアイドルをやりたいからこのポジションに選ばれたへぇ日暮らしだと思ったらやりたい全然日暮らしは別にアイドルを希望してなんでなんかこうやって言わないと、うん、こういう曲できないから確かに振りが簡単だと思ったんですよなんて呼ばないで私はアイドルなんて呼ばないでとひまわりなんだけど、うんうんうん、振りが簡単だからひまわりってむずくないですか歌詞も、うん、ややこしいだけで覚えちゃえばいける、うんうん、覚えるまではどっちだっけみたいなずっと考えてたけどひまわりバチクソ間違えた時あるもんねだってそれも知ってる知ってるえマジでやばかったよなんかショールームでそれも反省会しましたあ、してた、うん、反省会しためっちゃおもろかったなあれでもひまわりのさ振り付けをファンの皆さんが覚えてるからさ確かにこうやってやったりし
してくれるときに自分の手が全然違うくても、うん、堂々としてる、うん、でもディフェンスかっこいい、みんな、うん、コミさんディフェンスですか？やってそう、ディフェンスやりたい、確かに似合いそう、私たくない、確かに踊らずにディフェンスやりたい、めっちゃ決まりそう、なんか、うんうん、めっちゃ良いです。似合いそう、イメージ、うんうん、あんまだけシャッフルしたくない、あー、うん、全然曲はですね、あんま出たことないんで、まず舞台自体がシャッフルとかまだそこまで行ってない、まだそこまでのあれまで行ってない確かに今反省会してるし、うん、反省会してます、ただでさえね、うん、まだ間違えてるから、そうです、確かに、うん、ユニットの何やりたいかな、でも今終わりって感じ、やんな、いやんでもシンポジ無理、もう交換するかもしれない、ちょっと覚えられないかも、うん、私はもうなんか8で初めてのメンバーだったから、空いてるところここお願いしますって言われたから、そのなかった、ね、そう、あどこがいいんで何やりたいとか全然なかった、うん、もうここでってきた、このポジション少ないから、いいとこだね、そう、ひまわりとか好きだけど、うん、やっと覚えた、うん、それまでずっと考えながらさ、うん、むずいよね、一本、うん、ひまわりみたいな、わかる、てかさ、ひまわりってセリめっちゃ上がる？めっちゃでもないけど上がってる。うちさ天井ついちゃうぐらい。あそこまで上がらない。うん。なんか 1個か2個段階ぐらいまで上がってるだけだから。ひまわり系やばいんだけど。頭ついちゃう。わかる。うん。で雫公園はめっちゃ頭つきそうで怖い。うんうん、手とかぶつけるし。わかる。ここら辺で踊ってる。確かに怖い。前にとか。全然さより高いから。すごい。お返し何がいいですか、バレンタイン。ポテチ。え、本当ですか。わかりました。お帰りのおすすめポテチがいい。わかりました。やった。すごいロビーで見てるって。お、あま今いるんだじゃあ。うん、さよりが出てます。全然見えないけど。今何時だろう、確かに今何時、あー、ドキしてなかった今、ビッグネイル可愛い、16時45分です、おしゃれ、 あと1時間15分、やばいです、まあまあ時間来てる、やばい、びっくり、私何分配信、あ、もう1時間配信、すごい、めちゃくちゃ出ますね、気づいたらそんなに、すごい、もう髪の毛、私たくさんとの時間も学生が全然みんな直してくれない、うん、やばいですよ、時間、確かにえぐい、あかりなとせり、せ、せなか、うん、あとめぐみ、うん、気づいたら時間なくなってた、さやりん、やっと劇場応援できるよって、おい、ありがとうございます、イエイ、最近よく出てます、何そんな歌舞いてる顔みたいな歌舞伎顔になっちゃう、コミにはまだ敬語なの腐ってきました、コミ以外にコミの人なんているの、いないです、なんでコミにはまだなの他にはみんなタメ口みたいじゃんねみんななんかい、みんなですけどじゃあコミちゃんって言って、コミちゃん、でもね、プロレスの時コミとかって応援してますよ、した私、めちゃイケ、一応めちゃイケの時に、うん、コミコミってめっちゃ応援してました私、コミ立てコミ立てってめっちゃ言ってました、いけコミめっちゃ言ってました、私逆の方しか言ってなかったけど、うん、邪魔すんなよアリさんとかの敵側に、そうそうそう岡村さんにジャッジしろよ懐かしい、お代理とはめっちゃ仲いいですよ、プロレスで一緒に、うん、一緒に汗と涙垂らして、絆絶対深まりますよね、確かに、うん、私本当にあのさややが自分より先に卒業すると思ってなかったから、うん、卒業公演で、うん、あのお代理とさややとめぐと私の4人であの
プロレスの曲やるって絶対思ってたの。胸を掴むまで君たちがやりやりやりやん。私もやりたい。私たちって偉いよね。偉いですよ。頑張ってますよ、いっぱい。うん、間違いない。 AKB が提案したこと全部やってるじゃん。本当ですよ、すごい。どうですか、もう出ました。ね、プロレスもあって歌唱力も出てる。偉い、うん、一番偉いわ。私何でも参加してますよ。いや何でもそんな悲しそうな目しないで。いや私はね、これね、あのね、今だから言えることどこにも言ってなくていい、うん、なんか最初マジムリ学園にプロレスを見に来てくださった日テレスタッフさんが、うん、めっちゃいいって、うん、で小宮山とか谷口とか小田入とか川本とかめっちゃいいから出したいって、うん、マジムリ学園、うん、ってなってマジムリ出ますよって言われた、うん、その時マジムリとプロデュース48と、うん、牧野アンナさん公演の3つが組んでて、うん、で小宮山はマジムリだからって、あと舞台も家族だから、うんうん、ああはい、あれロミオとジュリエットね。小宮山は、まあ、真面目だからって言われてたけど、うん、なんかプロデュース48も受けるだけ受けたなって感じ で、うんうんうん、でそれのプロデュース48のプロデューサーさんが、うん、なんか娘が小宮山さんの大ファン。え、すごっ、そうだからなんか AKB 側も、え、小宮山これもしかしてプロデュース48いけんじゃないかみたいな感じで、でマジムリの方に鳥山韓国行くんで断られて、鳥山韓国行くんですいません断られて、で、え、落ちたの、そもそも韓国すら行かなくて、もうドラマも断られたし韓国行きもそもそもなかったし、でドラマがあったからロミオとジュリエットも一時受かってたけど、あのもうなし、うん、二次で最後に余った余ったって、でもあの公演でみんな頑張ってましたよね、本当に。なんかプロデュースで本当しんどくて帰ってきた時にチュメイトのコンサートのリハーサルが始まってて、ずっと私本当病んでたんですよ。そしたらスタッフさんに呼び出されて、なんかちゃんとしろみたいな、本当きつくて精神的に。なんかみんなアンナさん公演の人はこの期間でいろんな経験積んで頑張ったんだから、その周りを見ながらちゃんと頑張りなさいみたいに言われて、めっちゃあんな先生公演の人たちすごい頑張ったんだ、でも私も頑張ったけどなんでこんなに辛いんだろうってめっちゃ泣いちゃいました。いや、あんなさん公演のみんなはめちゃくちゃ頑張ったけど、うん、あのいろんな経験積んでんのは韓国よ確かにな、なんか怒られました。やる気をいっぱいあれしてもらったので、うん、新たなことを得てきたのは韓国韓国帰りでめっちゃもう疲れてもうほんとしんどくて、その時に怒られてなんかしんどかったです。でもそこから頑張りました。偉すぎ、めっちゃ病んでた旦那さんコーナー始まる時に、うん、ドラマって言われて、うん、それもプロレスを頑張ってたのを見てくれてたから評価されてるわけで、うん、頑張っていてよかったなって、うん、マジェスタ学園が好きで入ったから、うんうんうん、めっちゃ嬉しくて、嬉しい嬉しいってなってた時に、うん、韓国受けるってなって、うん、でもまあなんかそんな被ってるみたいな言われてなかったんで、うんうん、どっちかを選べって言われてなくて、なんかどっちも頑張りたいみたいになっちゃってて、うんうん、なんか小宮山は韓国で頑張るからすいませんって断られてるの知らなくて、うんうん、蓋開けてみたら何にもなかったから、うん、コミさんは偉いです、うん、プロレスあんなかっこよかったんだもん、うん、めっちゃかっこよかった本当にめっちゃかっこよかった、めっちゃ病んでた最初。だからなんかみんなの旦那さん公演でなんかキーちゃんとか、うんうんうん、私は舞台よりドラマより公演に立てるのが嬉しいみたいな感じ、なんか私はドラマに出れずに舞台も勝手にオーディション合格してたけど途中辞退になってんのを知っての病んでた時だからマジで病んでた
病んでる時に刺さりやすいですかね、些細な言葉が。そう、確かにな。これから頑張ろう。うん、頑張る。それはラミジュリ出てたよね。出てないよ。え、嘘。え、それのオーディションの話もまず来なかった。え、嘘。え、なんか私とヒカルンに、そのロミジュリの最初の一番最初のオーディションの話が2人とも来てなくて、2人ともなんか一時終わってから、え、そんなあったんですか、出たかったんですけどみたいな、うん、あの話が来なくて、え、まだ若造だったってこと。若造だった。なるほどね。そう、まだ若造だった。そう、若造だったから2人で頑張ろうねっていう、あの光の話やな。それもそれで、その時本当に2人の部屋がめっちゃ多かったから、ホテルとか、うん、マジで2人で、それもそれで青春やな。まあ感想だった時おもろいな。そう、夜公演も素敵なステージになりますように。ありがとう。優しい。頑張る。頑張ります。頑張る。頑張りましょう。頭が足りないんですよ。え、まだ決まってないです。どうしよう、どうしよう。ハーフツインかも。おー、かわいい。え、かわいい。アイドルだしね。うん、ハーフツインにしよう。ではじゃあ私配信終わります。さやも終わります。反省生かして次頑張ります。反省会した？しました。前半にね、もっとしたかったけど、うん、しすぎるのも良くないなって。確かに、ね、勝手にするのは自由だけど、うん、皆さんに言うとちょっと申し訳ないなってなるので。確かに頑張ります。確かに、うん、じゃあランキング読みます。どうぞ。いきます。おランキングいきます。13位、回答14125、12位ファデル、11位カホ、10位ロッピー、9位フロー、8位ネタケンジ、7位筋肉愛好家、6位マッカーシアットオダシ、5位ミホン、4位ひとくまさとる、3位シンゴ、2位振り向けばそこにパオン、そして1位はミサキ。ありがとう。ありがとう。あ、いいですか。うん、どうぞ。すいません、13位ともつさんありがとうございます。12位カノンさんありがとうございます。11位ナオトさんありがとうございます。10位キグマさんありがとうございます。9位ハッピーサッピーさんありがとうございます。8位バイクゾーさんありがとうございます。7位ケンケンさんありがとうございます。6位ダブリュリュウセイさんありがとうございます。5位マンダリンさんありがとうございます。4位アキフミさんありがとうございます。3位ピアノマンさんありがとうございます。2位ヤスさんありがとうございます。1位はトメさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。公演、はい、見ててください。頑張ります。本気を。本気を、ね。本気。昼も本気は本気ですけどね。昼もそう、本気だったよ。本気だったよりね、うん、より精査された本気を。頑張ります。はい、バイバーイ。バイバーイ。またね。